ガイスカ・メンディエタ・サバラは、スペインレケーティオ出身の元サッカー選手、スペイン代表である。ゲイズカは、バスク語で、救世主の意味がある。バスク自治州のビルバオに生まれ、17歳の時に、セグンダ・ディビシオンの CD、カステリョンからデビューした。1991から92シーズンを、セグンダで戦った後、CD カステリョンと同じバレンシア州にあるプリメーラ・ディビシオンのバレンシア CF に移籍した。1992から93シーズンは、バレンシア CF メスタージャでプレーすることが多かったが、1993年6月13日にトップチームデビューを果たした。1995から96シーズンはトップチームで42試合中34試合に出場し、1990年以来の最高成績である2位でシーズンを終えた。1997から98シーズンはクラウディオ・ラニエリ監督が就任し、メンディエタの飛躍の年となった。38試合中30試合に出場して10得点し、スペイン代表デビューを飾った。1999年6月26日のコパデルレイ決勝でアトレティコ・マドリードを下し、バレンシアで初となるタイトルを勝ち取った。エクトル・クーペル監督が就任した1999から2000シーズンも、まずまずのシーズンであった。スーペルコパデ・エスパーニャでは、FC バルセロナに 4-3 で競り勝ち、リーグ戦では自己最多の13得点を決め、チームは3位に入った。1999から2000シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの準決勝では、バルセロナを破って決勝に進出したが、決勝ではレアル・マドリードに0-3で敗れて、準優勝に終わった。しかし彼は、大会最優秀 MF に選ばれた。2000から01シーズンも、UEFA チャンピオンズリーグ決勝に到達したが、今度はバイエルン・ミュンヘンに PK 戦の末に敗れて2シーズン連続での準優勝に終わった。彼は90分の間に PK を決めている。大会後には再び大会最優秀 MF に選ばれた。2001年の移籍市場では引く手あまただったが、7月20日にイタリアの SS ラツィオに移籍した。この際に支払われた。移籍金はイタリアのクラブが国外のクラブに支払った史上最高額の900億リラであり、世界を見渡しても6番目に高額な移籍金であった。しかし、彼のセリエ A での挑戦は失望に終わり、過去に在籍したプレーメーカーのパヴェル・ネドベドやフアン・セバスティアン・ベロンと同等のプレーはできなかった。2002から03シーズンは FC バルセロナにレンタル移籍して、スペイン復帰。多くの試合で先発出場する機会を得たが、リーグ戦は6位に終わった。2003から04シーズンは、イングランドのミドルズブラ FC にレンタル移籍した。移籍直後は主力として活躍し、クラブ初のタイトルとなるカーリングカップの優勝に貢献し、シーズン終了後にはミドルズブラに完全移籍した。ミドルズブラ FC での最後の2シーズンは度重なる怪我に悩まされ、試合に出られる健康状態に戻るまでの長期間ベンチ生活が続いた。2006から07シーズンには全くトップチームの試合に出ることはなく、ガレス・サウスゲート監督が彼をもはやトップチームの戦力とはみなしていないことは、メンディエタのモチベーションを低下させた。2007年冬の移籍市場ではレアル・ソシエダ、アスレティック・ビルバオ、マラガ CF などが彼の獲得に興味を示したが、具体的な契約には至らなかった。同年夏の移籍市場では、ロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍の可能性が報じられたが、移籍期限終了間際になって、ミドルズブラでプレーし続けることを明らかにした。しかし、その翌日には、クラブのキース・ランブ取締役がメンディエタの発言を無視し、彼がトップチームでプレーする機会がノーチャンスであると答え、2007から08シーズンは背番号さえ与えられなかった。ミドルズブラ FC でのラストマッチは2006年12月26日のエバートン FC 戦であった。2008年5月13日にクラブとの契約が満了し、多くの成功を収めた17年のプロサッカー選手生活にピリオドを打った。2009年末、BBC のインタビューで指導者生活に興味があると語った。現役引退後は家族と共にミドルズブラ近郊のヤームという町で暮らしている。1996年夏、U-21 スペイン代表の一員として、UEFA U-21 欧州選手権に臨み、準優勝の成績を収めた。25歳の誕生日であった1999年3月27日、UEFA 欧州選手権2000予選のオーストリア戦で、フアン・カルロス・バレロンとの途中交代で、スペイン A 代表デビューを飾った。ベルギーとオランダで共催された本大会のメンバーにも選ばれ、ベスト8進出に一役買った。SS ラツィオ時代にはスランプに陥ったが、2002 FIFA ワールドカップのスペイン代表メンバーに招集された。控え選手の立場であったが、南アフリカ戦ではフリーキックで1得点し、アイルランド戦ではPK 戦の最終キッカーを務めた。2002FIFA ワールドカップの4ヶ月後のベルギーとの親善試合で40キャップに到達し、その試合が代表での最後の試合となった。ポジションはミッドフィールダー。バレンシア CF では主にセンターハーフとしてプレーし、SS ラツィオではセンターハーフや右サイドハーフとしてプレーしていたが、スペイン代表では右ウィングとしてプレーすることが多かった。ありがとうございます。